Hey everybody, and welcome back to Kuriosity Plus. Today we're watching the 8th episode of Attack on Titan. The last episode, not much happened, I guess. We saw a Titan attack another two Titans, which was pretty cool. But other than that, the episode was, it was alright. So let's just get to watching. あの巨人を操る僕たちに興味を示さない。だからあいつがうまく補給所まで誘導できないかと思って、あいつが他の巨人を倒してくれれば、みんな助かるかもしれない。誘導ってお前、あれをどう誘導するつもりだ。あいつは多分本能で戦ってる。あいつの周りの巨人をミカサとコニーで倒していくんだ。そうすればあいつは新たな巨人を求めて移動する。自然と本部の方へ向かっていくはずだ。 俺に資格があるのか。責任ある立場になる資格か。いや、違う。今なんだ。巨人が少しでもあそこに集中してる。今がチャンスなんだ。 仲間の死を利用して、俺の合図で何人死んだ。お前らは補給の班だよ。 やったぞ。ギリギリついた。お前生きてんじゃねえか。やったぞアルミ。お前の作戦は成功だ。みんな、あの巨人は巨人を殺しまくる機構士だ。しかも俺たちには興味を示さない。あいつをうまいこと利用できれば俺たちはここから脱出できる。
利用する巨人に助けてもらうだとそんな夢みたいな話夢じゃない気候種でも何でも構わないここであの巨人により長く暴れてもらうあの巨人は波の巨人より強い。Okay, dang, just kicking him. この建物は潰されないだろう。憲兵団管轄の下だ。誇りをかぶってやがるか。弾は本当に三段でいいのか。そもそもこの鉄砲は巨人相手に役に立つのか。ないよりはずっとマシだと思う補給室を占拠している3、4メートル級が7体のままならこの程度の火力でも同時に資格を奪うことは不可能じゃないまずリフトを使って中央の天井から大勢の人間を投下そして7体の巨人それぞれの顔に向けて同時に発砲資格を奪うそして次の瞬間に全てが決まる天井に隠れていた7人が発砲のタイミングに合わせて巨人の急所に切りかかるつまりこの作戦では1回のみの攻撃に全てを全員の命をかけることになる7人が7体の巨人を一撃で同時に仕留めるための作戦なんだ運動能力的に最も成功率が高そうな7人にやってもらうけど全員の命を背負わせてしまってそのごめん問題ないね誰がやっても失敗すれば全員死ぬリスクは同じだを続行する。落ち着け。十分に引きつけるんだ。待て。不利な戦闘は避けるんだ。一人も死なせたくないのなら。この一撃で決めるんだ。待て。よい。撃て！怪我はない。おかげさまで。ならすぐに立つ。すまねえな。どうも。おいおい。危なかったな、兄。怪我をしなくてよかったぜ、本当に。全体仕留めたぞ。補給作業に移行してくれ。やった。準備はできたか。脱出だ。一斉に出るぞ。壁の上に登れ。本体と合流だ。逃げないと。あの巨人。ともぐい。
人の謎を解明できれば、この絶望的な現状を打破するきっかけになるかもしれないと思ったのに。同感だ。あのまま食い尽くされちゃ何も分からずじまいだ。あの巨人にこびりついてる奴らを俺たちで排除して、とりあえずは延命させよう。正気かライナー、やっとこの窮地から脱出できんだぞ。例えばあの巨人が味方になる可能性があるとしたらどう？どんな大砲よりも強力な武器になると思わない？あ、味方だと本気で言ってんのか？あいつはトーマスを食った貴公子。He is swinging him around by his neck. That's so crazy. Wow, that's crazy. So that was the end of episode 8. It was pretty good. In this episode, we saw that the Titan that was fighting the other Titans actually had Eren in the back of his neck, like controlling it, which is pretty crazy because at the end of episode 5, I think, we saw Eren get eaten by a Titan. So it's crazy that he's alive and still has his arm and his leg that were both gone at the end of episode 5. So that's pretty crazy. Anyways, don't forget to like, comment, and subscribe. Bye.